はい、今東大のちょっと先まで来て U ターンして戻るところなんですけど、そこの道ですね、前のですね、ここ行ったところに旧、日の岬灯台跡、こっちに昔の灯台が、何年か前なんか行って写真撮ってきたような気してます。だから昔のその灯台森の人たちの話っていうのはそっちだった話になるでしょうか。そしてこう、だから新しい灯台は少し高いですね、場所がですね、あそこですから。さあ灯台の見学が終わって戻りです。どこに、今日はどこまで行くかなんだけど、次の道の駅があるんですけど、狭いっていうか小さいっていうか、降りた浜辺神社って浜辺あるところに駐車場が何箇所かもあって、あそこも停泊できるなと思って、どっかあの辺かな、まあ、どっかでちょっと買い物するんだけど、ちゃんと計画的な買い物しないから、何なくなった、どうだこうだっていうことが起きます。これね、上がっていくと廃墟の館ですよ。バブルの時代にいろんなもの作ったんだけど、あれから30年、あれから50年、40年経ったら、あっという間ですね、モルタルで作った